ゆりかです。はい、今日紹介するのはおっぱ褒められメイクです。これはね、女の子たちにぜひね、本気の男性に会うときに真似してみてほしい、ナチュラルなのに盛れるテク満載で、男受け、もうおっぱ受けっていうか、男性側からすると大切な女の子にこんなメイクしてほしいなって思ってるようなメイクなんじゃないかと思ってね、ちょっとおっぱ褒められメイクをそんなコンセプトで紹介していこうと思います。ではね、早速一緒にメイクアップ始めてみましょう。スタート。まずベースもちゃんと使います。ポニーエフェクトのプライムプロジェクトサンベース、これ日焼け止めとベースが一緒になってるので使っていきます。このベースも結構優秀で、実はね、夏終わるぐらいかな、ぐらいから結構ひっそりね、動画で紹介したことあるっけな、結構長くね使ってます。トーンアップ効果とかそういうのは特になくて、ほんのりツヤを与えてくれるっていうのと、メイクのりがねすごく良くなります。ファンデはナチュラル感があるけどカバー力があるもの。今日使うのはネイミングのレイヤードフィットクッション、私 17Y っていうカラーを使っています。かなり私お気に入りのクッションになったんですよ。 17Y ね、結構明るめなので自分の肌のとよりちょっとね明るくなるなって感じです。商品名の通り本当にね、肌にピタッとついて密着感がいいし、持ちもいいし、薄付きなんですよ。こんな感じでね、素肌感がねあるお肌なのに、こう毛穴のデコボコだったりとか、私の場合ちょっとニキビだったとか血管がね出やすいタイプなんですけど、軽くカバーしてくれるので、こう素肌が綺麗な人みたいなお肌を作ってくれる特徴的なクッションです。今半眼つけたんですけど、なんか厚塗り感って一切感じなくないですか。でつけたばっかはツヤツヤなんですけど、時間を少し置いていくとトレンドのちょっとセミマット肌になっていくんですね。でツヤとセミマットのこう中間に感じるんですね、私的には。こんなになんか理想的なセミマットタイプのクッションってあんまりないんですよね。セミマットって言いながら結構マットで乾燥するとかがあって、なかなか気に入るものにあんまり出会ってなかったんですけど、これとテラのブラッククッションは私結構お気に入りです。でまあちょっと男受けみたいな目線から言うと、多分今は日本の人ちょっともう本当わかんなすぎるんだけど、私が韓国メイクにハマった、じゃあもうマジ韓国ツヤツヤでもみんなまだ全然ツヤじゃないみたいとかは、もうただテカってるじゃんみたいな感じにしか思われなくて、今はねでももうツヤ肌みたいなトレンドも来たし、わかんないんですけど、セミマットぐらいがまあなんか受けはいいんじゃないんですかね。韓国の人の場合だと、もうそれが当たり前に、もう昔からツヤなツヤツヤも濡れてるみたいな人多かったから、特に何も思わないと思うんですけど、なんかセミマットぐらいがこうなんだろう、清潔感があるっていうか綺麗に見えるっていうのは意見もらいました。やっぱマスクもするしね、一応ちょっとフィクサーもねかけたいと思います。これ9月ぐらいからね使ってるんですけど、乾燥もしないし、確かにビーガンでお肌にもね全然刺激もないし、で馴染ませます。まずはね気になる部分だけパウダーをしていきます。ファントのベターザンフィニッシュ、これがね使いやすいです。全体的に軽くブラシとかでつけるときに、ルースパウダー、粉のね細々したパウダーつけると、適当にボン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 ってしてたらやっぱどっかねムラができちゃうんですけど、プレストパウダーだったらこうやってねなじませてピュピュピュってすればいいだけなので簡単。いつも使うシュエムラのペンシル、こっから眉山までまっすぐで、トレンドとしては眉の長さをちょっと大きくして、顔の面積を小さく見せるっていうテクニックが流行ってるので、ちょっとね眉尻は気持ち長め、下のラインをねいかに平行に描いてあげるかということによって、平行眉が描けるか描けないかっていう分かれ道になると思います。で上はねでも多少はちょっと山があって、眉尻は細くなるっていうメリハリをつけないといけないです。じゃないとね、あのねワンちゃんみたいになるからね、本当に軽くだけ書きました。で眉マスカラ、ミニスフリーのスキニーブローカラー、これ大好きなのでこれをずっと使ってます。よし、アイメイクしていきたいと思います。まずのアイメイクの一番最初はね、まつげをねしっかり上げることがすごく重要なので、イミスフリーの私ルースパウダー、コームブラシに含ませてこれをねまつげにつけてあげます。するかしないかでビューラーした時の、まつげの上がり具合がもう本当に違います。インライナー、目力を出すためっていうよりもメイクが浮かないようにするっていう感じで軽く引きます。
私はエチュードのプレ101ペンシル。これもね、もう廃盤らしいんで、いいやつ早く見つけないといけない。今日使っていくパレットはこちら。エストアのパレット。こういう絵本みたいなタイプです。これめっちゃ可愛くてね、SS の時に入れたんだけど、可愛すぎてゲットしちゃいました。まずはベースにこのカラーをね、広めのブラシに取って、アイホール全体につけていきます。本当に軽くふわりとつけます。私ってね、ガンガンなんかもう赤とかもキラキラみたいなメイク本当にね大好きなんですけど、それするとね、なんかね、おっぱからね、中学生みたいみたいな、もうなんかすっぴんの方がいいよって言って、なんか自慢じゃないんですよ。私メイクが仕事だし、メイク大好きだから、もう好きだからいいのっていつも言ってるんですけど、メイクしない方がいいっていつも言われるけど、それでもこんな感じのメイクだったら褒められるので、ちょっとね、メイクね、出してみてます。なんか複雑ですよね。好きなメイクね、したいんよけど、なんかやっぱ可愛いって言われたらさ、嬉しいじゃないですか。複雑、本当に。と、まあ冬だしね、深みを出していきたいので、この横にあるちょっと青みが入ったピンク、これも混ぜて、全体にがっつりつけるっていうよりも、アイホールにね、こうふんわりと重ねて、軽くこう秋冬っぽい冷たさっていうのを足します。こんな感じでベースは終了です。で、次はこの一番濃いカラーをね、小さめのブラシで取って、目の際を埋めながら、ここの目頭、目尻はちょっと濃いめにつけます。次、細いねライナーをかけるようなブラシでもう一回取って、アンダーラインもあんまりね、描きすぎない方がいいので、アンダーラインとしてまっすぐ描くというよりも、ちょっと目尻ここをね、軽く埋めた、ちょっとでも離すぐらいの気持ち、アンダーラインのぐらいで描いていきます。で、次は一番最初に塗ったこの薄いカラーをちょっとなじませて、アイホール全体に塗って、さっきのメイクを全部統一させてあげます。で、次このラメ、このエスポワのパレット、ラメがね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。ギラギラっていうよりも、ちょっと濡れてる感じのラメ。これを指で取って、アイホールの真ん中に、ポンと、つきます。もうこの指のまま、ポンって。で、つけてない指で、軽く左右に、ちょんちょんちょんって、ちょっとぼかしてあげる。ポンと。で、このね、ホワイト系のラメも、めちゃめちゃ可愛いです。こんな感じ。これは柔らかめのね、細いブラシで、で、涙袋になるように、この黒目の下だけ、ちょーんって軽くだけ。いつもならここの下のアンダーラインを埋めて、結構強めみたいなメイクだから、結構差がね、わかるかなと思います。ビューラーをします。ビューラーはね、いつもこのね、ブラックのエチュードのビューラーを使ってるんですけど、いろんなビューラーを使った上で、私の目の形って結構こう眼球ですよって感じで丸いんですね。横から見ても丸さがすごいわかる。触った時にすごい丸いの。これも人のね、目をね、触らせてもらうと、本当に形がそれぞれで面白いんですよ。だからね、目にね、合ったビューラーをしてあげるといいです。まつげめっちゃ上がったでしょ。マスカラ選びも重要。バッサバサ系よりもナチュラルに伸ばしてくれるやつの方がいいので、ミュードのマスカラ1番ブラックを使っていきます。ブラウンもね、いいんですけど、やんわりとしたメイクなので、メリハリをつけるために目力をしっかり出していきたいと思います。すごい伸びるでしょこれ。ピンセットでガッツリしなくていいんですけど、完璧に軽くこう束を作ってあげていってるようなイメージでまとめます。いつもね、写真撮ってもらうんだけど、こうまつげをね、束ねた日の方が写真写りいいよって言って、すごい褒められました。変わるので、なんか一本も出しちゃダメってよりも、軽くするだけでいいです。黒目の下を中心につけていきます。これレンズも白っぽく、めっちゃヘイゼルみたいにとか、もう真っ白なグレー系みたいに発色するよりも、ちょっとナチュラルな方がいいみたい。ハパクリスティンのレンズで、こう2色みたいに、こう月みたいに色が分かれてる可愛いレンズなんですけど、つけてみるともっとね、馴染みが良くって、ナチュラルすぎるわけでもなく、でも派手でもなく、自然に盛らせてくれる程よいレンズです。次、チーク、ここの上のカラーを取ってチークつけます。で、私がね、つけるとすっごい本当ピーチって感じなんですけど、黄みを感じるんですね、私的に。なので、ちょっとね、このピンクを中心に足します。あとはノーズシェーディングするので、まずはエチュードの
コントゥアパウダー使っていきます。でファンデが浮いてこう顔が白いなみたいにならないようにしっかりとシェーディングを入れながら、首の方にもねきちんと入れていきます。で肝心なのがリップ、よく登場してると思うんですけど、アミューズのこのティント、これで今日も使っていきたいと思います。この辺のカラー1とかめっちゃ可愛いです。軽くつけてうまうましながらなじませていく程度で、唇の輪郭はしっかりと取らない方がこうナチュラル感や抜け感が出るので、軽くつけてうまうましながらすると自分の唇に馴染みながらしっかりとツヤを与えてくれるので、これぐらいのつけ方がすごい可愛くておすすめです。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。すごいねナチュラルなメイクなんですけど盛れるし、実際にねこうおっぱ褒められメイクを今日紹介してみたんですけど、お洋服も今日はちょっとこういうラフなカーディガンを着たんですけど、本当に人それぞれ好みがあるので、超ミニスカでタイトな服が好きって方も多いと思うんです。私のフォロワーさんとか、あのセレクトショップしてるのでフォロー前のお客さんとかの傾向をやっぱ見ると、ちょっと体のラインが分かったりとか、こうラフでも下はゆるっとして上は結構ちゃんとラインが分かるようなものとか、ツイード柄とかすごい人気なんですよ。お出かけした時は女の子らしくカチッと決めていきたいみたいながタイプだけど、意外となんかこういうラフなカーディガンみたいな好きっていうか、そうなんかのもう恋愛話みたいになるけど、そういうこうミニスカバチバチの服の女の人ももちろん可愛いんですよ。けど彼女には違う、大切な彼女にはそんなことで出てほしくないって言うんですよね。自分はそういう、こう、バチバチなファッション好きなので、好きなの着るわって言うんですけど、確かにね、みたいな。だから、今からね、そういうなんか出会う人見つけるとかね、今、そんなに乗ってるみたいな子たちは、いかにね、こう、自分のことをどんな目で見てるか、みたいなのを見ていくのも大切ってめっちゃ思います。何の話かあれなんやけど。コンテンツもね、もっといろいろ、How to ももちろん、なんかこう、言葉としてね残せるような語り系とかもね、私本当は出していきたいけど、なんかもうどうしたらいいか分かんないような状況になっちゃったので、どんなことが聞きたいとか相談したいとかね、なんかいつでも気軽に DM とかコメントとかねもらえたら嬉しいなと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけど、今回のメイクすごいおすすめなので、と本気の人とちょっとデートとか、まあ大好きな彼とデートみたいな時、バチバチにっていうよりもちょっとこんな感じのねナチュラルで攻めてみるのがいいんじゃないかなと思います。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。クロンタームバイオ、アンニョン。